穏やかな冬の日差しに乱反射する海。高知の桂浜公園には朝から観光客の姿が。暖かくて、観光にぴったりで、ちょっとまたいろいろ回ってみようかなとは思ってます。ここからの景色はどうですか？すごい綺麗です。水平線に感動しました。初めて来ました。大きいですね、これが龍馬像が、景色だけでなく、去年リニューアルした商業エリアも人気。土産物を買う人の姿もありました。桂浜水族館では、元気に泳いでいるのは桂浜水族館生まれの人気者、カリフォルニアアシカの2歳のメス、コエルです。あさって繁殖のため、神戸市の王子動物園に旅立ちます。最後に見れてよかったです。そっちでも頑張ってほしいと思います。そんな桂浜水族館の南西およそ130メートルで先月一般開放された高知灯台前広場は、朝日を受けて白く輝く灯台、その前には太平洋の雄大な景色が広がっています。高さ 2.8 メートルの展望台からは太平洋と桂浜が見渡せ、新たな人気スポットとなりそうです。